鈴音先生、冬服を用意してくれたんだ。異常気象は終わったということだな。でもなんだかはしゃぎすぎちゃったね。まあたまにはいいだろう。思いっきり遊ぶのも、うん、ただし、ただし慣れ合うのはこれで終わり。こうやって遊んだ後は、遊んだ後はゆっくりお風呂だね。違う。じゃあご飯？それも違う。ちょっと早いけどもう寝ちゃう？小学生か。本当、ホムラちゃんのツッコミって最高だね。いや、お前のボケがいいからだ。こんな風に息が合うのって何度も戦ってきたからだよね。ああそうだ、これからも私とお前は戦う運命だ。命をかけてな。うん、分かってる。私が忍びの道を進む限り、ホムラちゃんとの戦いはずっとずっと続く。どちらかの命が尽きるまで。なんだか悲しくて厳しい話なんだけど、それでも私はホムラちゃんと戦えるのが嬉しくて、すっごく楽しみなんだ。なりたい自分になれましたか？戦乱神楽セブン。